JJ ブラザーズでーす。さて今回はですね、 JJ ブラザーズガンバ大阪ではなくここに来ております。わかるかな。はい、京都サンガスタジアムですね。はい、プレーオフにやってまいりました。京都サンガ対ロアッソ熊本ということで、まさかの雨です。あ、出ます。もうレギュラーですね。レギュラーです。いや、ほんとよ、準レギュ準レギュ準も、もう取れるんちゃうかぐらいの勢いですね。はい、レギュラー私たち危ないです。危ない、ね、スタメン奪われます。よかったね。今日はプレーオフ見てね、まあ、一応関西進んでるんで京都応援しようかなと思ってます。熊本が 3-0 で勝ちますだそうです。 3-0 熊本予想です彼。はい、まあ今日も緩く撮ってきます。はい、人いっぱいですね。今年何回目でしたこのスタジアム、ほんまに。去年と合わせたら5回ぐらい来てますね。ガンバで来たの1回だけ。京都応援の方が多いですね。ブラックもあります。はい、ございます。フラッグもらいました。今日はサンガ応援します。青く、これから赤色抜いたら青なんで。はい、京さんが、はい、本日どっちつかずです。この瞬間がね、この瞬間が何とも言えないです。参りましょう。弟くんです。 J ブラザーズゴーキーパー頑張れー。はーい、矛盾してます。声出し応援。京都サンガ。エンディング見ます。
ABCDEFGHIJJ ブラザーズ。スタグルートスタジアム、うん、さあ自らの手未来を変えていきましょう。 J1 残留へサンガと共に行こう。それではこの関係者にスタッフがリザーブ選手の発表です。ララララ京都折れた。一発勝負の熊本ちゃんも怖いですね。これはめっちゃいいサッカー、熊本めちゃめちゃいいサッカーでした。終わりました。はい、終わりました。結果はね、1対1で、まあ、なんていうかあれ、ヘンリー？レギュレーションのね、オサム？ヘンリー、ヘンリーオサム選手、オサムヘンリー？ヘンリーオサム。すごかったですね。大活躍っていう。なんちゃらオサムヘンリー。はい、もう彼ファンです。ヨハオサムヘンリー。ヘンリーファンです。折れた。折れました。取りましょう、ガンバでヘディングには強いっていうことで、強かったな。よかったです。京都残留ということでね、レギュレーションの関係で残留することができました。はい、ノリウおめでとう。ノリウさんおめでとうございます。来年も京都来ましょうっていうことで、
本日は俊介一人と渡辺さんでお送りしました。じゃあチャンネル登録お願いします。あ、この辺で終わりますね。はい、バイバーイ。